所持金2万円から20億円の豪邸に住んだ男。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーチャンネルでございます。最近どうやら将来は YouTuber になりたいですというキッズが増えてるみたいですね。 YouTuber なんてのは社会不適合者の集まりのろくでもない職業なんで、やめといた方がいいと思うんですけれども、トップ YouTuber になれば年収数十億円数億円という人もいるみたいなんで、夢はありますよね。まあ、ということで今回はこれこそ YouTube ドリーム、トップ YouTuber ヒカキンさんの成り上がりが夢がありすぎる件について、ざっくりでありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。ヒカキンさんは1989年の4月、新潟県に次男として生まれます。兄は YouTuber のセイキンさんです。ごく普通の学生生活を送ったヒカキンさんは、地元の高校卒業後、18歳で上京し、スーパーの店員にジョブチェンジしました。ここでね、驚きなんですが、当時ヒカキンさんは、なんと自分の銀行口座を持っておらず、貯金は0円。親から渡された2万円を握りしめての状況でした。勤め先のスーパーには社員寮があり、毎月の給料から家賃が引かれるシステムだったため、住むところにはね困らなかったそうなんですが、所持金2万円手取り15万というね環境であったため、就職した当時は節約の日々を送ります。普段はスーパーで割引された食パンに実家から持ってきたココアの粉を振りかけたココア食パンをむせながら食べ、会社での昼ご飯は同僚や先輩が外食している中、ヒカキンさんは社内で一番安い200円の定食で済ませていたそうです。そしてそれから4年の月日が流れ、勤務していたスーパーを2012年の1月に退職するんですが、その前に一度だけ奮発して昼食に300円ちょっとの牛丼を食べに行ったそうです。社会人時代最初で最後の外食が300円の牛丼って、なんかめっちゃ切ないですね。この他にも朝食はコンビニの肉まん1個のみ、部屋にアリの大群が現れる、娯楽にお金はほとんど使わず唯一の楽しみが古着屋でのショッピングなど、ヒカキンさんの苦労人エピソードは数多く存在します。まあ、そんなねヒカキンさんですが、2023年の8月には20億円の新居に引っ越ししました。社会人時代撮影するスタジオがなく、木造アパートの浴室でボイパ音源を収録していた男が、10年後には20億円の家に引っ越す、めちゃめちゃ夢のある話ですよね。ヒカキンさんの新居公開動画には、こうやって17年子供だけじゃなく大人にも夢を見続けられるの本当尊敬でしかない、過去の努力と功績が豪邸と一番似合う男、マイクラの世界だけではなく現実でも豪邸に住む神、もともとスーパーの店員だった人でも大豪邸に住めることを証明した男と、ヒカキンさんを絶賛するコメントが数多く寄せられました。いや、それにしてもね、ヒカキンさんめちゃめちゃすごいし、夢のある話ですよね。過酷で貧乏な下積み時代を経験してるからこそ、ヒカキンさんの歩んできた道や功績が本当に輝いて見えますよね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白いよと思ってくださった方は、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。カッシーチャンネルでした。じゃあまたね。